しくお願いいたします。お願いします。世代によっても違うと思いますし、うん、飛んで飛んでの人やがなっていうね、回って回ってだよね回って回りますよ。まどかさんそもそもシンガーソングライターでいらっしゃって、ってまあ、今でいう J-POP 系のものからお出になられて、うん、私が大好きな森まさこさんの代表作越冬つばめという曲をまどかひろしという名前ではなくて、ご本名で出されて、大ヒットされて、っていうところで私の心の支え森まさこさんなので、スタッフがやっぱり私が35年っていう時に何かこう区切りになるような曲を作ってあげたいと思って、何があって考えてて、あ、そなえさん、まさこさん、まさこさんの越冬つばめ、越冬つばめといえば石原慎一先生は前作でお世話になってる、じゃあ窓川博さんにお願いして越冬つばめのコンビで、でそれをいただいた時に、はい、なんだろうなって、私も歌手になれたのかなってそんなことも思いましたね。じゃあもう今までの積み重ねが念願かなって、はい、ご褒美ですよっていただけた曲って、そんな感じもあるのかな。うんうん、